瀬能昭夫黄昏の花嫁1。町の両側には白い明かりや紫の明かりや黄色い明かりがどこまでも続いていた。夜風に吹かれながら街角をいくつもいくつも曲がってあてどもなく気の向く方へ歩いているうちに、私はいつの間にか美しい宝石を散りばめた行けども行けども果てしない夢の国の迷路をさまよっているような恍惚とした気持ちに浸されていた。ふと気がついてみると、明るい花屋の潤んだガラス戸の中にデンドロビウムの花が震えていて、その隣にこれはまた妙な対象をして汚い古道具屋がしょんぼり黒い口を開けているのだ。その古道具屋の奥に掲げてある思い切って大きい油絵の額がなぜともなく私の目を引いた。私は店へ入って食光の弱い電灯にほんのり照らされたその絵を仰いだ。それは若い女の半身像なのだが、ある特別な人の肖像画というより、誰が鑑賞しても楽しめる人物画と言っていいほどの眼蓄を持った絵で、背景はどことも知れぬ公然とした平野で、空の色だけが明るかった。多くの肖像画が写真と大して違わないのに反して、どこやら一抹の詩種のあふれたこの人物画には、草の香り、夕雲に戯れる美香、頬をなでる風などが躍動しているように思われる。保存が悪いのか、それとも本当に年代が経っているのか、画面一帯が妙にくすんで額縁もところどころはげかかってはいるのだけれど、合法で無駄のない刷毛の使い方といい、はつらつとした正規といい、どう見ても正しく一流の大家の、しかも傑作に違いなかった。これほどの名画がどうしてこんなバスへのみすぼらしい古道具屋の店頭にさらされる結果となったのであろうと、初めのほどはキーの間に打たれたのであるが、よく見ると画面のどこを探しても署名のないのが多分その原因なのであろう。お安くしときますよ。亭主とおぼしき目の落ちくぼんだよぼよぼの老人が汚い歯並びを出して笑うのだ。いくら？と私がためらいがちに聞くと、老人は即座に値段を言ったが、それは馬鹿げたほどの安値だったので、私は値切りもしないで買い取ることにした。あまり大きいので下げて帰るわけにもいかないので、額縁にこびりついたほこりを雑巾で拭いてもらうと、両側に東映の飛び交う街をタクシーに乗って帰った。あくる朝、妻に手伝わせながら椅子を踏み台にして壁にかけようとしたら、古びた紐が切れて油絵が落ちて、買った時からひびの入っていた縁が壊れてしまった。その時妻が「あら?」と言いながら妙なものを拾い上げたのである。椅子から降りてそれを取り上げてみると、画布の枠と額縁との間に挟んであったらしい細長く折りたたんだすすけた数枚の紙で、一面に文字がこまごまと認めてある。以下がその全文なのだ。2。今から1月ほど前の吹雪の夜、私は真っ暗いアトリエで立貝小太郎を考察し、裏山の松の木の根元に死体を埋めた。私はこの世でたった3度彼に会ったばかりだ。3度目に会った時、彼を殺した。事の起こりは一通の手紙だった。その手紙には、同じ町に住むあなたが描いた絵を展覧会で見て感心した。ついては、ぜひあなたに肖像画を描いていただきたいから、来る何日に私の家へ来てくれと書いてあった。差出人の立貝小太郎というのは、無論私には初めての名前だった。立貝の邸宅は、私のアトリエとは町を隔てて反対側の急なジグザグ型の坂道を登った眺望のいい場所にあった。私はなぜだか、その手紙を受け取ってあまり嬉しく思わなかった。なんだか人を呼びつけるような書きぶりが気に食わなかった。もしこの第一印象、虫の知らせに従って彼の家を訪問しないでいたら、こんな結末にはならなかったろう。そして私は今も相変わらず一人で、エグばかりこね回していることであろう。ところが私も案外商売っ気の多い男だったので、進まぬ気を鞭撻しながら、ある秋の晩にそのジグザグ型の坂を登って彼の家のベルを押したのである。しばらくすると女中が出てきて、高校たる伝統のついた広い客室に私を案内した。そこで長いこと待たされながら、いっそ今のうちに思い切って帰ってしまおうかと考えていると、私は元来がそんな突飛なことをやりかねない男なのだ。そこへ短句肥満血色のいい立貝小太郎が、浴衣の上にドレッシングガウンという奇妙な服装で姿を現したが、この服装にも私はあまり好感が持てなかった。初対面の挨拶が済むと、彼はむっちりした白い手で葉巻の箱の蓋を取って進めながら、絵の話、土地の話、それから身の上話。はっきりしたことはわからんが、彼はアメリカで教育を受け、今は2つの会社の重役で、結婚したばかりの若妻に死別して、その後2年ばかりイギリスに遊び、最近帰郷したばかりのところらしい。にこやかに微笑しながら話すところを聞いていると、そんなに傲慢な男でないばかりか、むしろ世間慣れした如才ないところさえあって、私が最初に受けた不快な印象は、関西寄りのよりが戻るように次第に消えていくのであった。私は耳では彼の話を聞きながら、視線は絶えず彼の顔に注いで、明るい伝統に照らされた威圧的な広い額や、意志の強そうな頑丈な顎や、刻々と変化する濃い眉の下の聡明らしい瞳、それらのものが一枚の肖像画となった時の効果をしきりに考えていた。しかしやがて話が問題の肖像画に及ぶと、彼は意外にもマントルピースの上に立てかけてあった遠麗な女の写真を持ってきて、これが今お話ししました2年前に死んだ私の家内ですよ。この女の肖像画を描いていただきたいのです。ああ、奥さん。主人の肖像画とばかり早飲み込みしていた私は、こう驚いたようにつぶやいた。私は親戚の反対を押し切ってこの女と結婚したんです。ところが結婚して1年経たないうち、ちょうどおととしの夏でした。この下の海で泳いでいて溺死してしまったのです。惜しいことをしました。名前はゆりえと言いましてね。京都の同志社を出た女です。旧式な男なんかもしれませんが、私は当分他の女と結婚する気にはなれないのです。こう忠貝が説明して、私の顔を見ながら照れ隠しに微笑する。静かに写真を取り上げて電灯にかざして眺めると、なるほど、それは稀に見る美人で、格好のいい額、初々しい眼差し、品があって優しくて、忠貝がそんなにまで魂を落ち込んでいるのも無理からんことに思われた。この写真の通りに描くんですね。ところが困ったことに、その写真には百合絵の柔らかみが少しも出ていないんですよ。まだアルバムの中にたくさん写真がありますから、それを参考にして等身大の半身像を描いてくださいませんか。そそくさと部屋を出て行ったが、間もなく黒い大きなアルバムと何やら萌え木の風呂敷包みを持って帰ってきた。このアルバムの中に百合絵の写真がたくさんあります。それからと萌え木の風呂敷包みを解いて、これは初めて会った時百合絵が着ていた着物で、結婚前はいつもこれでした。私にとっては一番思い入れが深いのですから、アルバムと一緒に持ってお帰りになって、この着物を着せて描いてください。こんな難題を持ちかけられると、大抵の画家なら二の足を踏むのだけれど、私は彼の風変わりな好みにますます興味をそそられて、思わず知らず釣り込まれていくのだった。しかし写真を見て描くのでは、魂の抜けた人間しか描けませんね。生きた人間を描こうと思えば、その人の気質を知る必要があります。一体どんな方だったんです、奥さんは。それには答えないで、また部屋を出ると、一束の手紙を持って帰ってきた。これは結婚前の百合絵がよこした手紙ですが、百合絵の気質は私が説明するよりも、これをお読みになった方がよくわかります。これも持ってお帰りになって、何かの参考にしてください。私は婦人の肌の色、おしろいの種類、趣味、日常生活、その他ありとあらゆることについて根掘り葉掘り根気よく聞いたのだが、それに対して彼の方でも驚くほどの熱心を持って、かゆいところに手の届くような説明をするのだった。それらをいちいちここに詳述するのは煩わしいから、2、3の例を挙げるにとどめておこう。例えば私が「香水は?」と聞くと、スミレ、リラ、ジャスミン、何でも手に入るものを使っていましたが、特別に好んでいたのはレモンの木の匂いじゃないかと思います。卓の裏にはレモンが5、6本植えてあるんですが、百合絵はよくそこに藤椅子を持ち出して、レモンの木の匂いを嗅ぎながら編み物をしていました。音楽は?と聞くと、音楽はやりません。ただ学校で習った賛美歌を覚えていただけです。しかし百合絵の一番優れていたのは、要望よりもむしろ平常話をする時の声が良かったことなんですよ。私は世界一の悲劇女優サラ・ベルナールの声を聞いたことがありますが、あちらの女の声は一般に日本の女の声よりいいようですが、サラ・ベルナールの声ときたら、とても何とも言えぬ甘ったるいような絢爛な、一度聞いたら誰でも忘れることができないような声ですよ。ところがゆりえの声がそれに似ていたんです。何と言ったらいいでしょうか。まあ科学的に言えば、胸から出る息が人並み以上に柔らかい声帯に全部残らず触れて、それが最良のコンディションで上あごと鼻腔に反響するとでも言うのでしょうか。そして甘ったるい滑らかな声の中にたった一つのひだがあって、それがかえってゆりえの声に不思議な魅惑と変化を与えているのです。どうお分かりになりますか。こういった調子でこちらが一口聞けば、彼は熱病患者の上ごとのようにとうとうとしゃべり立てるのである。もしこの夜郊外の月光に立って誰かが立ち聞きしていたとしたら、あまりにも狂気じみた二人の話に奇異の感を抱いたであろう。そしてその人は肖像画を描くのになぜ声の説明までするのだ、なぜ一番好きなお菓子の説明までするのだと笑ったかもしれない。くどくど説明する男も男なら、またそれを根掘り葉掘り聞きただす私も私だった。凝り性の画家と凝り性の依頼人が鼻を突き合わせたらどこまで行くか分かったものではない。今になってつらつら振り返ってみると、後で私をのっぴきならぬ深淵に突き落としたのは、やはり子供の時から私の中に巣くっていたこの際限もない凝り性であったらしい。ほとんど5、6時間も長々と話し込んだ後、萌え木の風呂敷包みを小脇にたでがいの玄関を辞したのは、秋の夜が12時をとっくに過ぎてからであった。3、その頃私が借りていた小さな家は、元病人の療養のために建てたとかで、南面はサンルームみたいに屋根のひさしが厚いガラス板になっているので、独身者のアトリエとするには格好の家だった。低々たる大木が幾重にも辺りを取り囲んでいるせいもあろうが、いつも神官と静まり返って物音一つせず、まるで人の住みかとは思われぬほどのわびしさで、夜になると下から海の音が聞こえた。一月で書き上げると約束はしてみたものの、アルバムの中のたくさんの写真に現れた雑多な特徴を総合して、それを一つにまとめるには案外と骨が折れて、焦れば焦るほどどうにも手の出しようがなかった。それに精細を極めた彼の説明がかえって私の頭を悩ませ混乱させて、額はいつまでたっても白いままであった。毎日ベッドの上で寝そべっては、かの女の気質、あらゆるものに対するかの女の好み、日常生活などを頭の中でいじくり回した。頭が混乱してくると、またアルバムを広げては数え尽くされぬほどベタベタ貼り付けたかの女の写真を見入った。人気ない駅のホームに佇んでいるところ、海岸を背景にしてこちらを向いて笑っているところ、毛皮にくるまって冬の木立を歩いているところ、それから女が彼に宛てて書いた埃まみれの色のあせた手紙の一つずつを封筒から出して、一字一句も漏らさぬように味わいながら読んだが、小さい喜びと小さい悲しみがそこに偽りを知らぬ鳩のように羽ばたきしていて、私には文字の崩し方から点の打ち方に至るまで書いた人の人柄をしのぶよすがとなるように思われて興味が持たるのだった。そしてまだ一度もそんな幸福な手紙を受け取ったことのない自分自身を顧みて、荒涼とした気持ちにならずにいられなかった。いわば、私の目の前には、味覚をそそる心臓の料理が盛ってあるのだが、私に許されていることは、ただおいしそうな匂いを嗅ぐことだけなのだ。そのうち秋が深まって、日一日と寒くなってきた。それとともに私の頭には次第に百合恵の姿がはっきり見えだして、こんな場合には彼女はこうする、あんな場合にはああするということまでわかるようになった。黄昏時になると、私は毎日のように理由のない憂鬱に襲われ、その憂鬱の中で百合恵の幻を見た。幻に現れる女の頭の髪にはレモンの木の香りがほのかにこもっていた。私は妄想の中でコツコツ戸を叩く音を聞く。私は急いで開けてやる。すると百合恵が微笑しながら会釈して部屋の中に入り、コートを釘にかけてモデル台に座る。コートを釘にかける時の彼女の独特の体の動かし方から、モデル台に近づく時の歩きぶりの癖まで、私にはちゃんと目で見るようにはっきりわかるのだ。私は木炭で彼女の首根から肩先へかけての線を写しながら、ああ、なんという格好のいい方だろうと心の内で惨憺するのだけれど、彼女はタデガイの妻、しかも彼が心から愛している女なのである。私は自分の醜い心を見透かされるのを恐れるように、画布の陰で長いため息を漏らす。それからしばらくすると、女を送って扉のところまで行く。こんなふうに私の怠惰な妄想の中ではどんどん仕事がはかどっていくのだけれど、実際においてはいつまでたっても書けなかった。ある夜、ベッドの中で例の妄想にふけりながらうつらうつら仕掛けていると、出し抜けに扉を叩く音がした。私の家では勝手口から声をかける人はあっても、玄関の扉を叩く人はほとんどなかったので、瞬間的に妄想と現実を履き違えて「百合恵が来たな」と考えたのだが、すぐその馬鹿らしい錯覚に気がついた。だが錯覚であることに気がつくと同時に「ああ、なぜ私は」こうも必要に百合恵のことばかり考えるのであろう。今度は本当に百合恵の亡霊が訪れたのではないかと思って、むっくり起き上がって目を見張った。こんばんはと男の声がした。寝床に上半身を起こしたままじっと聞き耳を立てていると、また同じ声がして、もうおやすみですかと言った。この声には覚えがあった。扉を開けてやると、東京帰りらしい蓼貝小太郎が片手にぶらりと折りかばんを下げて、外の暗がりに佇んでいる。いやあ、遅くなってすみません。お休みだったんでしょう。いや、まだ。どうです?出来上がりましたか?私は先生から宿題の催促をされた小学生のように首をすくめた。まだです。一月という約束だったから、もうできていると思って来たのです。ちょっと見せてくれませんか?まだ。始めていないんです。いつできます？もう1月くらい。じゃあ。蓼貝は不機嫌な表情があらわに浮かぶのを隠そうともしないで、折りかばんを振りながら大股に帰っていった。私はだんだん家の中ばかり引きこもるようになった。人と口を利くのが億劫になった。あまり散歩にも出なくなった。たまによそから手紙でも来ると、理由もない不安に駆られて封を切らないまま焼いてしまうようになった。その間に私はゆりえのあらゆる写真に現れた特徴を総合して画布の上に一つの形を描き、それに蓼貝から聞いていたあらゆる話を思い浮かべながら徐々に生命を与えていった。絵具が白い画布を侵食していくにつれて、混沌の中から美と謙遜を表す形が生まれてきた。ゆりえの絵が完成に近づくに従って、毎日決まりきって黄昏時に私を見舞う妄想は一層精美な力強いものになった。私は妄想の中でかの女に恋焦がれ、妄想の中でその白い手に口づけした。まがな隙がな妄想と孤独をかじって生活しているせいか、しまいには妄想と現実のけじめがつかなくなって、妄想の中であったことを実際にあったことのように思い違えることすらあった。またある時は夢で彼女に会い、夢から覚めて現実ではとても会うことのできぬ幻の女を自分が恋していることに気づいて、さめざめと泣いた。世にこれほど儚い悲しい恋があるだろうか。どんなに憧れたところで、この世で彼女に会える望みは初めからないのである。現実では見ることのできぬ女、幻にのみ現れる女に、私は身も心も魂も焼き尽くすような恋をしているのだ。だが執拗にまといつく幻影を払いのけることができないで絶望的になった私は、よしんばゆりえという女が実在せぬ幻なら幻でもいい、自分はその幻にあくまで恋焦がれようと悲壮な決心をするのだった。現実の女を愛することと幻の女を愛することとの間にどれだけの差別があるのだ。ポーはその詩の中で、我々の目に映ずるすべてのものも我々自身の顔形も夢の中の夢に過ぎないと歌っているが、もしこの言葉が本当であるとすれば、生きたゆりえを愛した蓼貝と幻のゆりえを愛している私とは結局50歩100歩なのである。4、やがて3ヶ月の努力が報いられて女の絵が出来上がったが、それは私の幻のゆりえと生き写しであるのみか、写真ともよく似ていた。私はそれに黄昏の花嫁という名をつけて、大きい華麗な額にはめ、浅な夕菜に眺められるようアトリエの壁の高いところに掲げた。いわばこれは私の家の明るい祭壇でもあれば、壁の高いところに作られた窓、永遠の世界を覗くための窓でもあった。しかし仕事が終わると新しい不安が私を待っていた。それは蓼貝がいつ絵を取りに来るかもしれぬという不安で、しばらくの間はこの不安の虜になって足音を聞いてもビクビクするほどだったが、間もなく私の腹に決心ができた。それはタデガイに限らず、どんな金持ちが来てどんなにうず高く金を積んでも私の黄昏の花嫁を手放さぬという決心で、こう決めてしまえば何でもないことで、どうして今まで自分はこれに気づかなかったのだろうと微笑ましい気持ちにさえなれた。彼に頼まれて書き始めはしたけれど、まだ金は受け取っていないのだからどうにでもなるわけのものである。だが当のタデガイは最初の訪問に懲りたのか、いつまでたっても私のアトリエの扉を叩かなかった。もっとも一二度彼からのハガキを受け取ったことはあるが、どうしても読む気になれないので、病菌でもついているかのようにマッチの火で焼いてしまった。こうして黄昏の花嫁を取りに来るタデガイを追い払う方策は思いついたけれど、私の幻想の中のユリエのそばに黒い影のごとくつきまとって、日となく夜となく私を脅かす彼は追い払う方策がなかった。私は幻想の中でユリエに会い、ユリエを飼うてはいるが、彼はユリエの夫、しかも死後の現在に至るまでかの女を愛している男なのだ。だからことによると彼も、無論私ほどの念のいった精巧な幻想は織り出していないだろうけれど、同じように毎日幻想の中でユリエに会っているかもしれないと思うとひやりとするほど気味が悪い。しかしそんなことよりも一層私を脅かし、絶望のどん底に突き落とす者は、もしや私の幻想の中に現れるユリエが心の底のそのまたそこで密かにまだタデガイを愛しているのではあるまいか。愛していないまでも少なくとも私に会うことを彼に対してすまなく思っているのではあるまいかという懸念で、この懸念は私の妄想に一抹の絡みを与えてはいるのだが、どうにも耐え難いほど苦しかった。それにしても私は妄想の中で嫉妬の炎を燃やしながら、その炎を消すこともできなければ、それかといって妄想にふける癖から逃れることもできず、頭の上をぎゅうぎゅう重石で押さえつけられるように一人苦悶しなければならぬ羽目になったのだ。ある日朝方から陰気な雲が低く飛んで、氷のように冷たい風が小杖を吹きまくっていると思ったら、お昼過ぎから白いものがパラパラ窓ガラスを打つようになり、とっぷり日が暮れるとともにこの地方では珍しい吹雪となった。私は風の音を聞きながら暖炉のそばで本を読んでいたが、いつもより早めに明かりを消してベッドに入った。しかし時刻もいつもより早いのだし、それにピューピューうなる風の音がやかましいせいもあって、すぐには寝つかれそうもなかったので、こんな場合にいつも睡眠薬代わりに使っているコニャックを飲んで、また毛布の中に潜り込んだ。ずきずき体の表面が温まって、快い気だるさが手足の節々に染み渡ってくると、風の音も大して邪魔ではなくなり、いつの間にかとろっとした夢うつつの間で、またしても例の幻を見ていた。銀色の三日月が会場を照らして、ちりめんじわの寄った穏やかな波が魚の鱗のように青白かった。しかしこれは木立の隙間から見える背景に過ぎないので、近いところの茂みにはウバメガシの老樹がそびえている。その覆いかぶさるように黒々と垂れ下がった下に、全身を震わせ激しい息遣いをしながら腰掛けているのがユリエなのだ。私は傘こそ落ち葉を踏みながら静かに彼女のそばへ寄って、ユリエさん、聞こえるか聞こえないかのかすかな声で呼ぶ。女はこちらを向きかけたが、途中でそれをやめて半ばこちらを向いたまま目を伏せるのだが、私にはそれが精巧な黒いシルエットのように見えた。私はユリエと並んで腰を下ろし、死人のように冷たい彼女の手を取った。しばらく深い沈黙が続く。あれは何？と女が耳をすまし、あえぐような低い声で沈黙を破った。梅雨ですよ。梅雨？木の葉の雫が落ち葉の上に滴る音ですよ。違いますわ。ほら、あれ。あれは風ですよ。そうでしょうか。枝と枝とが風に吹かれて、枝と枝とが風に吹かれてすれ合って、あんな音を立てるのです。怖い。また長い長い沈黙が続いた。その沈黙の中で、私は女の激しい息遣いや心臓の音を聞いた。ふとユリエに視線を向けると、彼女は石のように体を縮めている。うつむいた白い方にちらと光っているものが、私には涙のように思われた。ユリエさん、あなたは死んだように青白くなっていらっしゃる。寒いからでしょう。何を考えていらっしゃるんです。幸福だと思っていますの。本当に？嘘を言ったことがございますか？私には運命に対する恨みがたった一つあるのです。それは私がタデガイよりも早くあなたに会えなかったことです。ユリエはタデガイという言葉を聞くと、そっと顔を起こして濡れた瞳で私を見た。おお、なんという美しい瞳だろう。私はその瞬間、ユリエを幸福にするためなら命を捨てても惜しくないと思う。尋ねるような、哀願するような、すべてを任せるような彼女の瞳。私はぐらっと目がくらんで、自制力も何も失ってしまい、木の葉のように震える両手を女の肩にかけて、氷のように冷たい唇に接吻する。コツコツ扉を叩く音がしたので、ガラス板に石をぶっつけるように幻想が破れた。今まで不安と恐怖の錯覚の中で、私はこの扉を叩く音を幾たび繰り返し繰り返し聞いたことであろう。が、今夜の音は錯覚でもなければ妄想でもなかった。まさしく、タデガイが来たのである。こんばんは。それから私がどういう順序を取ったかはっきり覚えてはいないが、とにかく電灯をつけなかったことだけは確かである。今考えてみて、なぜあの時電灯をつけなかったか。来客を迎えるために扉を開けるには、どうしても明かりをつけなければならないのに、なぜことさら闇のままにしといたか、私にはその理由がはっきりとはわからない。私は蓼貝を殺そうなんて考えたことは一度もなかった。彼を殺したのは全く突発的だったのだ。けれどもわざと伝統のスイッチに手を触れなかった点を考えてみると、あるいは私の意識の届かぬ胸の底の方にひたすら牙を磨いていたものがあったのかもしれない。それとも妄想にふけっていた最中だったので、まだ私の意志のある部分がその妄想から冷めきらずにいたがために、妄想の中で殺人を企んだのであろうか。どうもこの辺のところは自分でもはっきりわからぬ。ただ私が良心にとがめられることなしに断言し得ることは、扉を開ける瞬間まで彼を殺そうと考えたことは一度もなかったということである。それはそうとして、私はよろめいたりつまずいたり、闇の中を手探りながら扉のところへ行くと、震える指先でナイトラッチを外しハンドルを回した。ところが吹雪のために外から1000万人力で突き飛ばすように扉が勢いよく内側に開いて、私はその弾みに顔を打たれて後ろによろめき、同時に奈落の底から吹きまくるかと思われる烈風がさっと家の中に吹き込んで、奥の方で何やらガタンと床の上に落ちる音がした。これが私の自制心を爆発させるきっかけとなった。外の闇の中には、片手に折りかばんを下げ、中折れ棒を目深にかぶり、ぬくぬくと熱い街灯を着た蓼貝が吹雪に打たれながら塑像のごとく立っている。私は怒った豹のように飛びかかると、彼の首筋を両手で力任せに締め付けた。その拍子に二人は絡み合ったまま雪の石段を滑って転んだのだが、熱い街灯の蓼貝よりパジャマ一枚の私の方が体の自由が利いた。私は彼の上に馬乗りにまたがると、力いっぱい襟巻きで喉を締め、その上に両手を当てて全身の重みを加えて押し付けた。彼は初めのほどは喉を鳴らしながらバタバタもがいていたが、間もなく無抵抗な肉塊となってしまった。これ以上に書くべきことは何も残っていない。私が蓼貝小太郎を殺すに至るまでのいきさつは以上で尽くせているつもりだ。私は彼を殺したことを少しも後悔していない。それどころか、今まで頭の上に乗っかっていた重石が取り除かれたようで、久しぶりに晴れ晴れとして天空を仰ぐ心地になれた。もう誰にも邪魔されることもなく幻の女に会えるのだ。刑務所、死刑、そんなことが何で私にとって問題であろう。どこへぶち込まれようが、私は心のある限り彼女との甘美なランデブーを続けていくことができるわけだし、死刑になったらそれこそ本当に彼女のところへ飛んでいけるのだ。しかし不思議にも、私は刑務所へも入れられず死刑にもならないで、精神病院へぶち込まれた。笑うべし、彼らは自分と違った精神機能を持つ人間を見れば狂人にしてしまうのだ。私から見れば彼らこそ救済しがたい狂人なのである。5言うまでもなく、この告白書を読み終わると、私は女の絵について異常な興味をそそられた。そこで事実の真偽を正すべく方々に手を伸ばして調べたのであるが、何分古いこととて詳しいことはようとして分からず、ただ立貝小太郎なる人物がかつてこの世に存在していたこと、そして彼は今から30年ほど前に不幸な死に方をしたということだけを知り得た。それからまた黄昏の花嫁の来歴の一端を正すべく、私は例の古道具屋を探してみたのだが、当日いつもの癖で当てどもなく歩いていたのだし、それに夜のこととて界隈の目印となるような何者も見ていなかったので、迷路のような町々を幾度行きつ戻りつ探してみても、ついにあの目の落ちくぼんだ老人のいる店はもとより、その隣の潤んだガラス戸の中にデンドロビウムが震えている花屋さえ発見することができなかった。ご視聴ありがとうございました。瀬能昭夫作の他の作品はこのようなものを朗読しております。そして最新の朗読動画はこちらです。どうぞ合わせてご視聴ください。